なんかあの調べたらですね、ちょっと花見てみないとわかんないですけど、あやめって真ん中が黄色いっていう感じみたいな。わかりました。わかりました。消去法なんです。あ、また取れちゃった。取れちゃった。本当だ。やっぱちょっと短くして、これぐらいで貼っつけとく。これが弱ってきてる。我々一行は今尾瀬にいます。お客さん4名で、登山ガイドは、石ガイドで、石原登山ガイドのプロデュースです。今は朝の7時、山の花にいます。昨夜はロッジに泊まって、で一行は、昨日のはちょっと天気が悪くて、日内ヶ岳の中を、雨の中登って、で今日は天気が一転晴れて、すごく素晴らしい晴天です。これから目の前に見えているあの至仏岳に登ります。至る仏の山と書いて至仏岳。ここから登山道が始まります。今標高は 1400m。 今日7月の2日は山開きの日です。ちょうど山開きの日が晴れてくれた。昨日の雨でちょっと今木道が濡れてるんで滑りやすいです。現在7時25分、山開きの日だけあって、結構登山客の人が多いです。もう総勢、50名ぐらいはすれ違ったかな。森林限界を越え始めてますね。標高が 1600m、 今が、時間が8時ちょい前。森林限界を越え始めてます。さすが尾瀬、結構整備されていて、雨の翌日でも非常に登りやすいです。至仏山はジャモンガンという植物が育ちにくい岩でできているため、森林限界が低い位置にあります。これがジャモンガンかな。この黒っぽいやつがジャモンガンだということ。もう完全に森林限界を越えて今、ブッシュの中歩いてる。だったのにね。今日判明って感じですけど、全貌が明らかになった。
あ、彼女の手ぬぐい。あ、そっか。ウゼの前景がやっと見えました。向こうには日内畑が見えている。これがチャモンガ。ツルツルね。ほんとツルツルだ。バス降りるとね、観光地とかも回ってね。まだ8時だからバス来てないのかも。おかしいですね。このジャモンガンの岩がね、ちょっとね、濡れていると滑りやすい。乾いてるとまだ。大文字草がもう一度咲いてる。何度見ても素晴らしい景色だね。8時20分、標高1760メーター。裏に大勢の湿原は見えてる？俺の後ろに。薄雪草、薄い雪の草。エーデルワイスの親戚だって。気温は25、6度かな。ちょっと汗ばむ感じで、でも非常にいい天候。何よりもこう晴れ渡っていて、景色が遠くまで見渡せるっていうのが最高に気持ちいい。でまたこの水のちょろちょろっていう音も素晴らしい。足場はいっぱいあるから、はい、持ってもいいけどつるんってなって。9時、1900メーター。目にそうじゃないですか、飛んでる。よく見るよな、飛び夢。9時半、2000メートル。あと、まあ、メーター山の花が違う。山の花じゃねえ。したい。上越。合図ですからね。ね。
あのスミレのあの線が入ってるところが尖ってたら台形っぽくなってたら小花スミレなの。あのオニアザミに似たやつでキルシウムスピノシシブムっていうのがなんかこう、うわーってなるやつがあったんですけど、スミレのお花畑、綺麗だね、黄色い花が。10時、標高 2,500m。 が鳴いている、かわいい。前回来た時はガスって全然見えなかったけど、今回はもう見渡す限りの景色で最高。山頂あとちょっとかな。レリンドだって。かわいい。さあ行きます。2210m、 10時20分。あれも山頂かな、多分山頂だね。違うかな。もうすぐ山頂、人が集まってる。志仏山山頂です。結構なんかやるとき真剣になりますね。火加減がね、かなり山ではこれで降ってるんですけど、あと火が見えないんですよ。どのくらいなんだかが。でもこの目標の焙煎の時間があるんで、そう、もう直感ですね、今どのくらいの火力なんだろう。遅すぎてもダメだし、遅すぎてもダメだし、本当に転がりが、転がりで、で最後どこで締めるかで見るかも。そう思っていただけると焼肉の匂いがいたら、あの匂いの匂いの匂いが、だからそこに立ったんだよ。あ、茶色、ちょっと今あ、そうだったんだ。そう、すごいやばかった。練習を消す。
で今もう一ハゼが収まった感じで、音今してないですよね。全神経を集中して。そうですね、本当に。確かに。浅尾さんの心配。コメントそこかいって。わあ、綺麗。美味しそう。あのふっくらがいいよね。うん、ね、なかあれできなかなかで。苗場スキー場ね。苗場プリンスとか。そこの最後の割れ目はそんな気にしなくても大丈夫。小さくて腰物までの稜線が見えてます。何月10月の頭かな。ジャモンガンがめちゃくちゃ滑るんで要注意。このジャモンガンがねめちゃくちゃ滑るから気をつけて。ジャモン。私物岳からこの小私物岳に向かう稜線歩きは最高の場所。今なんかね空気の湿り気も減ってカラッとしたで風も爽やかな風が吹いていて最高の気温空気。北アルプスの傘じゃないし、あ、そこの傘じゃない。見えてる、見えてる、正面。12時20分。黄色と白の花がすごく綺麗です。こっちの黄色はシナノキンバイですね。金の梅。シナノキンバイとかって言ってるね。また湿原が見え始めました。
幻想的な、うん、かわいい湯赤ガニ、岩鏡がいっぱい咲いてる。あいつの水着とか想像つかねえな。うん、かわいい。マイゼルそう？山頂の方が 1.6 だもん。うんね。あと3キロで走る。うん。だからここから一応、うん、私物だけ。13時7分です。下山まであともう少し。確かにバターカップだ。到着です。お疲れ様でした。終了。